ウェルド軍は、アメリカ合衆国コロラド州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は25万2825人であり、2000年の18万936人から39.7%増加した。コロラド州で9番目に人口が多く、面積では第3位の軍である。軍庁所在地は、グリーリー州であり、同軍で、 人口最大の都市でもある。ウェルド郡の全体がグリーリー大都市圏を構成している。1854年5月30日、カンザスネブラスカ法によって北緯40度線で分けたネブラスカ巡州とカンザス巡州が創設された。この北緯40度線は現在のウェルド郡では基本線道路あるいはウェルド郡道路2号線と言われるものである。現在のウェルド郡は ネブラスカ巡州の南西部にあり、カンザス巡州と境を接していた。グリーリーにある、ウェルド郡庁舎1858年7月、カンザス巡州アラパホ郡のサウスプラット川沿い、現在のイングルウッドで金が発見されたことで、パイクスピークゴールドラッシュが起こった。鉱山地域の住人は、カンザス巡州やネブラスカ巡州の政府から遠く、 離れて阻害されていると感じたので、1859年10月24日の住民投票で自らジェファーソン準州を作ることに決めた。翌月、ジェファーソン準州議会は新しい準州内1 2の軍を組織化し、この中にサンブラン軍があった。この軍名はサウスプラット川上流に最初の交易基地を設立したフランス人交易業者、 セランド・オール・トド・サンブランにちなむものだった。サンブラン軍は、今日のウェルド軍の大半にまたがるものだった。ジェファーソン巡州は、結局連邦議会の承認を得られず、1861年2月28日、その任期の最後の州になっていたジェームズ・ブキャナン、大統領が法に署名して、コロラド淳州が創設された。ウェルド軍は1861年11月1日に、 新しいコロラド巡州によって創設された最初の17軍の一つとなった。この時の軍名は弁護士で、準州衆務官のルイス・レディアード・ウェルドにちなんでいた。ウェルドは南北戦争で北軍に従軍している時に死んだ。当初のウェルド軍の領域は現在の領域の他にワシントン軍、 ローガン軍、モーガン軍、ユマ軍、フィリップス軍及び、セジュイック軍までも含んでいた。これらの軍は1887年2月9日以降に、分離されていった。1955年11月1日、デンバー発オレゴン州、ポートランド行きユナイテッド航空629便、ダグラス d c 6 b 機が、ウェルド軍上空で爆発して墜落し、 乗客乗員44人全員が死亡し、機体の破片は、軍内6マイル四方に散乱した。その後の捜査で、デンバー市住人、ジョン・ギルバート・グレアムが、乗客だった母のスーツケースに25本のダイナマイトに、次元発火装置をつけて潜ませたものと分かった。グレアムは裁判で有罪となり、1957年に、処刑された。軍内北西部には、 ミニットマンスリーミサイルの無人格の王庫 N-8 があり、2002年にカトリック教徒平和運動家の象徴的破壊行為の標的にされた。ウェルド軍はコロラド州の比較的平坦な東部にある。軍北東部には広大なポーニー国立草原があり、また周辺地から250フィートも立ち上がっているポーニービュートがある。西側の軍境に沿っては、さらに西にある。 ロッキー山脈の麓丘陵部を隠すような低い丘陵がある。郡内を2本の週刊高速道路が走っている。週刊高速道路25号線は南西隅を通り、道76号線は南中部橋から北東に東のモーガン郡境に通っている。その他の主要幹線としてアメリカ国道85号線と道34号線があり、 グリーリーの近くで交差している。まあ、オールトを通る、修道14号線もある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は4021.56平方マイルであり、この内陸地は3992.45平方マイル、水域は29.11平方マイルで、水域率は0.72%である。 2001年11月15日に創設されたブルームフィールド主軍には軍の南西軍の小部分を渡したのでいくらか面積は小さくなっている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ウェルド軍はコロラド州の中でも牛、穀物及び 天才の生産量が多く、ロッキー山脈の東側では、最も裕福な農業群であり、全米でも第4位となっている。牛乳の生産も、重要になっており、乳牛の保有量は、週内の半分近い。軍内の学校ではギャングを早期させるという理由で、13、14、18、31、41、81の数字を身につけることが、禁じられている。 1950年以来、アメリカ合衆国の軍で最も多くの竜巻に襲われた軍となっている。ポーニービュート、ありがとうございます。